ですよ、ね、見えてたのね、今のタイミングが良かったですね、はい、ゾーン、危ないですね、ちょっと増田選手はもうカウントやめました。これはもうダメですね、今のはものすごいパンチでしたね。大本命と言われていました増田博正が初回 KO で敗